皆さんこんにちは、今日も、なんちゃって英語講座をやってみたいと思います。ミスタービッグパッドトーピーさんの名前の読み方です。パッドトーピーなんですけれども、この A、 ここはエアって言った方が雰囲気が出ます。で、この T、 この T ははっきりとパッとっていうのではなくて、喉が鳴らないようなその息を抜くだけの言い方をした方が雰囲気が出ます。なのでペアット、ペアットですね。で、このトーピーも、この T が、前の T とこうつながるので、つなげてこれを読むときにはここで一瞬クッとこう息を止めるような感じで言うとなんか雰囲気が出る気がします。ペアトーピー、ペアトーピー、マイクポートノイも同じ感じなんですけどね、マイポーンノイの方が近い感じがします。なんで、パッドの場合はここが、エアっていう風になるのと、この T をクッと止めるっていう風にはっきり言わずに息だけ抜いて止めるっていう風にするとちょっと雰囲気がある気がします。なのでパッドを呼びかけるときにもパッドって呼ぶんじゃなくてペーって呼んだ方がもしかすると、伝わったりしないかなと思っています。参考になったら嬉しいです。もし気に入っていただけたらチャンネル登録とかいいねボタンとかしていただけたら励みになります。またよかったら見に来てください。それではまた。